ストリームは、ホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。ストリーム TV07 型1981年11月10日発表、同月11日発売。形式名 TV07。二輪車の特徴である、スムーズ、軽快経済性を損なうことなく、四輪車の特徴である、居住性、快適性を合わせ持つ。 備えた新しいカテゴリーの乗り物を全1輪、52輪のスクーターイコールスリーターと銘打ち、その第一弾として開発された、排気量 49cc のクーエニストローク、単気筒エンジンを搭載する原動機付き自転車である。社名は、英語で、流れ、潮流を意味し、新しい乗り物の流れや、方向性を作り出す意味合いから命名された。 本モデルは1983年に生産終了となったが、社名は2000年から製造販売された同社の乗用車に使用された。低床バックボーン型フレームを採用した車体は、全長 1665mm、全幅 570mm、全高 970mm シート高 658mm ホイールベース 1210mm、 乾燥重量 79kg とされた。サスペンションは前輪がキャスター角24.5度トレイル 41mm に設定した肩持ちスイングアームのボトムリンク式。後輪はユニットスイングと通常の二輪スクーターと同様で、あるが車体と連結するエンジンハンガー部にスイング機構を持ち、側車付け二輪車、オート三輪、通常のトライクなどとは異なり、 コーナリングでフロントボディの左右自在スイング、すなわち内側への重心移動を可能にした点が最大の特徴である。エンジンハンガーのスイング部にはナイトハルト機構を装備し、コーナリング姿勢からの回復時に適切な復元力を発生させる。リアクド軸にはデファレンシャルクラッチを装備し、コーナリング時に車軸左右回転差を調整する。停車時には パーキングロックレバーを操作して、スイング部と駆動輪の回転をロックすることで三輪で直立撃、駐車の際にスタンドをかける操作を必要としない。そのため、サイドスタンドもセンタースタンドも未装備である。搭載されるエンジンは、内径 X 工程イコール40.039.3、圧縮比6.8から、最高出力 3.8PS、6500rpm。 最大トルク 0.46kgm5500rpm のスペックを発揮。燃料供給は容量用 l のタンクからキャブレターで行い、ニストロークオイルは分離給油型とし、容量 1.3L のタンクを装備。点火装置は CDI とし、指導はセルキック併用。動力伝達は V ベルトによる無断変速機方式を採用し、 前後輪サイズは3.00から8とした上で、ブレーキは前後ともリーディングトレーリングである。乗用車感覚の居住性と快適性並びに近未来をイメージさせる斬新なスタイリングという観点から以下の装備を持つ。なお、標準現金価格は19万8000円で、月間販売目標は5000台とされた。ありがとうございます。